皆様おはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。本日はですね、こちら、連潮機関誌新川、平成5年3月31日版を読んでいきたいと思います。まず見出し、大きくですね、札幌ゴミダイエット作戦始まるということですね。1人1日 100g 減量、大型ゴミの収集日新設などなど、まあそういったもうゴミに関することというものが、書かれております。そしてですね、2ページ目は地区センターですね、その設置に関することなどが、書かれているのと、まあ、各町内会の、まあ、新年恒例会の、まあ、活動の様子や、初詣の様子、まあ、3月版ですから、まあ、そういった新年に行われたことに関することみたいですね。はい。で、3ページ目に、先日動画出しました、高架工事、それからですね、西、町内会、創立25周年記念など、それからまあ清掃ボランティアといった活動記録、新川四条郵便局のオープンなどなど、それから排泄の課題、お悔やみ欄ですね、大江さんは私も知っていますね、ご近所さんでした。まあそういった感じかなと思います。最後ですね、4ページ目になるんですけれども、剣道大会、それから、まあ、雪中カーニバル、読者の声などなどということになってきております。本日はですね、こちらの1ページ目ゴミについて見ていきたいと思います。まあ、1人1日 100g 減量、大型ゴミの収集日新設、第1、第3木曜日、第1町内会は水曜日ということになっておりますね。おそらく第一町内会だけが違うのは、第一町内会っていうのは琴に栄え町通りの唯一東牧場側なんですよね。大きく言ってしまうと、はい。で、なぜそうなってるのかっていうと、おそらく、まあ、この新川の町内会っていうのが、各々その元の排水の、まあ、下水の、まあ、そういった関係で区分けされてるんですよね。で、その結局新川中央町内会っていうのが、まあ、昔の呼び名なんですけど、新川中央町内会っていうのが、まあ、今の新川中央小学校のあたりなんですけど、まあ、トンネル用水路より西側っていうような、まあ、区画分けなのかなというところですね。まあ、そのために第一町内会っていうのは唯一その、まあ、琴に栄え町通りより東側の地域ということになっているんですね。はい。まあ、現在は十字街公園とかがあるような一角ですね。平成2年度の札幌市内のゴミの総排出量は約385万トン、民間処理場が72万トンが処理されているということで、市が受け入れたゴミの量が105万トンに達している。民間で受け入れているということなので、まあ、おそらく公正企業とか、まあ、そういったところが、独自に持っている、まあ、ゴミプラントなのかなというところですね。で、ゴミは年々増加の傾向にあるということで、まあ、工場の新設などが必要になってきている。また、埋め立て地の確保も、まあ、結構厳しいということですね。まあ、リサイクルを強力に推進することは決めたと。桂市長が1日、1人 100g ゴミを減量しましょうということ。はい。で、燃えないゴミの日を2つに分け、リサイクル可能な家電製品や家具類を大型ごみとして第1、第3木曜日に収集するということで、まあ、燃えるごみは従来通り火曜日、金曜日、一丁のみ、まあ、別日ということになってきております。はい。1日 100g とは、市が提唱している1日 100g 減量、まあ、目安として新聞朝刊が一部約 120g、
これが古紙回収へ、新聞夕刊一部約 80g 古紙回収、まあ、アルミ缶5、6本ということですね。まあちょっとした晩酌でしょうか、これで約 100g、 これも資源化ということですね。まあそういったことになっております。まあ、特に新川地区ではですね、新川中央小学校などによる資源回収もそれなりに活発に、まあ私が子供の頃行われていて、ペットボトルや、まあ空き缶なんかはゴミで出した記憶がないですね。それから、まあ古紙回収も、新川中央第7町内会の区域内に、現在の木海トラスト、まあ当時北海士官だったんですけど、まあその収集場があったので、まあ、そういったところと密に連携を取り、毎週のように古紙回収なども行われていたっていう記憶があります。はい、大型ゴミとはということで、まあ、40リットルのゴミ袋に入らないものということになってますね。庭の手入れなどで出た枝草枯葉なども大型ゴミだったようです。当時は。現在はですね、枝とかっていうのを別に出すようになってますね。ちなみにこちらが現在の札幌市のあれですけども、枝葉草というのが、まあ、月1回あるっていうことですね。まあ、ただし現在でも50センチより長いものは大型ゴミ、というふうになっているみたいですね。はい、これはちょっと意外でした。で、大きさにより燃やせるゴミまたは大型ゴミというような場合もあるということですね。はい、で、市が収集しないものは、まあ、タイヤ、消火器、ピアノ、ホームタンクやドラム缶、注射針、ガスボンベ、オートバイや自動車、廃油の塗料缶、バッテリー、農薬等の薬品類ということなんですけど、まあ、現在ガスボンベに関しては、まあ、集めてますよね。まあ、その他どうなんでしょうね。ちょっと私もあんまり大型ゴミとか出す人間ではないので、ちょっとその辺はあれなんですけども。ただ確かに、まあ令和3年10月からのゴミの出し方に関して、まあガスボンベとかは現在はね、出せるんですけれども、どこだったかな。まあ確かにピアノっていうのは書いてはいないですね。はい、ということみたいです。まあ一応どうなんでしょうね、塗料の缶とかに関してはまあ燃やせないゴミ、まあ金属類とかで出せるようですね。まあ、こういった薬品系の入れ物に関しては大丈夫みたいですね。はい。まあ、不法投棄を見かけたらということでですね、まあ、警察または北清掃事務所ですね、まあ、屯田町990番地にあるんですけど、まあ、屯田の端っこにあるんですけどね、緑園台に抜ける方に、まあ、連絡してくださいよということみたいですね。で、大型ゴミとはということでですね、家具類、台所用品、家電、運動用具、楽器類、その他ということで、これなぜオルガンことなどと出てきたのかは不思議ですね。まあ、オルガン、まあ、家庭にあるということで、おそらくリードオルガン、まあ、と呼ばれる足踏み式のオルガンのことだとは思うんですけれども、どうなんでしょうね、当時それだけ普及していたんでしょうか。まあ、私もたまにね、古い家でリードオルガン演奏させてもらったりする瞬間なんかもあるんですけれども、まあそれなりに値段の張るものですし、そんなっていうような感じかな。まあ純農村にはそんなにないって言ったらあれですけど、どっちかっていうと北海道ではやっぱりお金がブワーってこう稼げたのはニシン漁なので、どっちかっていうと海辺の町の方が意外とあったりするものですね。現在ですね、現存国産最古の現存しているリードオルガンは岩内町にあります。岩内町郷土資料館、町民以外の方入館料200円でね、リードオルガン演奏することができます。
非常に面白いですよ。やっぱりお金かかってるので、その装飾とかっていうのが、美しかったですね。ゴミ減量重点10品目ということで、まあ、紙類、空き瓶、空き缶、布、プラスチック、家電製品、家具、生ゴミ、木くず、乾電池ということですね。まあ、現在でも広く、まあ、リサイクル品目ではないでしょうか。はい。まあ、こんな感じでですね、平成の初め頃、まあ、いよいよ札幌市もゴミはやばいよということですね。まあ、かつて新川地区ではですね、現在の、あの、8軒にある消防学校のところですね。まあ、あそこが、まあ、琴似町と札幌市の関係で、まあ、ちょっと札幌市が土地を買い取って、まあ、本当はゴミの埋め立て地とするところ、死尿なんかも埋め立ててしまったみたいな、まあ、その関係で、武勇地の方なんかはひどく損害を被った歴史なんかもあるので、はい。まあ、特に、こういったところには、まあ、目くじらを立てるじゃないですけど、やっぱり、こう、積極的な、こういう連帳機関誌でも出てくるぐらいなのかな、というところだと思います。ちなみに、令和3年からの、ゴミ出し方っていうのも、まあ、ざっとこうおさらいしていただけるといいかなと思います。はい、まあ、こんな感じですね。資源とゴミの分け方、出し方ということですね。皆様どうでしょうか。普段、きちっと分別できていますでしょうかね。はい、ということですね。今回は、新川中央町内会連長機関誌ですね、まあ、1ページ目になっておりました。ゴミダイエット作戦ということでですね、当時札幌市がどのようにしてゴミ減量に取り組んでいたのかということですね。まあ、そういったところで今回は動画を締めていきたいと思います。ありがとうございました。